はい、発音トレーナーのセレイです。今日はですね、tour と pour と shore ですね。この3つの発音に関して解説していきたいなと思います。というのもですね、この3つの単語というのは、ネイティブの発音を聞いても、まあ、人によって音が違ったりとか、発音記号を見ても、なんかこれ、いろんなパターンあるしみたいなですね、こう迷うことになりやすい発音なんですね。まあ、聞く先生によってもですね、返ってくる答えが違ったりとかっていうですね、代表的な単語3つになります。で、一応ですね、このケンブリッジ辞書、ですね、ケンブリッジの辞書に載っている発音記号上では、このようになっていてですね、まあ全部3つともですね、このウォーですね、ウの音とアルの音に、パターンになっているんですが、ところがですね、Google のアルファベットでによるこう発音記号上では、ツアーの方が、トゥアーですね、このトゥアー、ウォーの方で、プアーとシュアーの方がオアルですね、ポー、ショーの方に、なってるっていう感じですね。これ辞書によっても変わってくるんですね。はい。で、こういうですね、いろんな発音パターンでこう迷う時ってあると思うんですが、こんな時大切なこと、何かというと、ネイティブの音をインプットするってことですね。実際のネイティブの発音を聞いてみて、あ、こういう人がいるんだっていうのを知るということですね、が大切になっていきます。なのでですね、今からこの3つのですね、発音聞いていきましょう。では、ツアーの発音から聞いていきましょう。で、こちらのサイトで気になる単語を検索すると、ネイティブの発音ですね、いろいろ聞くことができるようになります。はい。で、このツアーに関しては、アメリカ人の発音が4人ですね、聞くことができます。では、1人目。tour。tour。まあ、ur で、tour。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 うん。これだと or ですね、tour。tour。tour。ur。tour。tour。tour, tour, ur ですね。はい。という感じで、まあ4人の発音を聞いたときに、まあ3人が、まあ ur の tour の感じで、まあ1人 tour, or の人がいたっていう感じですね。では次、pua の発音ですね。聞いていきます。はい。こちらは2、4、6、7人ですね。聞くことができますね。pour, pour. まあ ur っぽいですかね。pour, pour. 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 もうこれは完全にもう or, pour. pour, pour, or, pour, or.Poor. 終わる。Poor. 終わる。Poor. Poor. 終わる。うん。という感じで、まあ、7人中6人がもう Poor ですね。もう完全にもう終わるの感じで、まあ、1人の人がまあ、若干 UR かなっていう、Poor だったかなっていう、はい、感じですね。はい。そして次、Sure ですね。の発音になります。結構多いので、ちょっとまずさ、ダーッと聞いてからですね、解説入れていきます。Sure. Sure. Sure. Sure.はい。で、今、これ4人聞いたときに、結構バラバラだったのっていうの分かりますか？結構バラバラでしたね。はい。で、実はですね、この sure っていう発音に関しては、発音記号でもう3つ実は存在していて、もう完全な r だけ、この r っていうだけの sure, sure っていう音と、ur, sure, sure っていうのと、or, sure, sure っていうのがですね、存在します。はい。なので、sure, sure, sure。じゃあもうこの方なんかは完全にもう r だけ、sure。Sure. Sure. 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 これは結構クリアな UR, UR, Sure. Sure. はい、の感じですね。Sure. はい、この方も Sure. Sure. うん、これはもう R だけ Sure. 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 はい。今そのずっと R だけだったんですけど、この方 Sure. Sure. この OR ですね、これは Sure. Sure. はい、R だけ Sure. R だけ Sure.Sure. Sure. 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 あるだけ。Sure. Sure. 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 この方は UR の UR ですね。Sure. Sure. 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 まああるだけ。Sure. Sure. Sure. UR の UR。Sure. Sure. あるだけ。Sure. UR。はい。という感じで、UR の UR っていうパターンもかなり多いですし、R だけの sure っていうのも多いですし、or の sure っていう方もいたということで、まあ3つのパターンがありました。で、実はこの単語なんですが、センテンスになってくるとまた変わってきます。っていうのも、今のだとどっちかというと、あ、わかったわかった、sure いいよいいよって感じの時だと、sure, sure, R だけになりやすいんですね。はい。ところが、I'm sure とか、こう、センテンスの中で使う、はっきりと使われるときは、結構 UR とかの方が使われやすいかなという印象があります。なので、これに関しては、センテンスで見てみると、またちょっと違った結果がですね、出てくるかなと思うんですが、まあ、ひとまずこう3パターンですね、あるというふうに、押さえておきましょう。はい、ということでですね、結論は、もういろんなパターンがあるので、間違ってるわけではないですね。どのパターンも間違ってるわけではないということですね、が結論になります。ただまあ、こっちの方が多く使われるよねっていうところはあるので、それはですね、まあその好みというか、
あ、こっちの方が発音しやすいなとか、こっちの音の方が好きだなっていう方を選んで、使っていくといいんじゃないかなと思います。で、発音っていうのは地域とかもう年代とか階級とかですね、もういろんなこうものによってちょくちょく変わっていくんですよね。で、まあ、その日本のようなですね、国土がちっちゃいこの国でもいろんなもう方言があるように、もうアメリカもっと大きいですね。なので、その中でもやっぱいろんなパターンがあるということになります。もし他にもですね、この単語ってどうなんだろうっていうふうに思った単語があれば、ぜひコメント欄にですね、書いて教えてください。それではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye.